にちは、ピアさんです。今回は文豪生徒コラボ第2弾の衣装だったり、携帯品のね、エフェクトがついに公開されたということで、そちら見ていこうと思います。開催日時とかも、ね、全部出てるんで、それをまとめて紹介しちゃいます。さあ、来た来た来た。いやー、マジで楽しみ。わー、来た来たみんな。ちゃんとシルエット出た。うわ、マジでかっこいい。前回青一色だったけど、今回真っ赤だね。おー、敵って感じがしていいわ。おー、いいね。さあ、芥川雄之介。わー、勝ってる、黒州勝ってる。おー、かっこいいかっこいい。まだこれ紹介 PV だもんね。あ、これがあれか、携帯品か。絶対ね、てか今回、芥川龍之介の、なにこれ、この携帯品、進化します。あはは、黒州飛んでた。あ、なにこれ、見てる画面が超マガマガしいんだけど。あ、つけてる。あ、しかもこれ、チームやじゃん。来た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 。マジで楽しみ。これ絶対にね、携帯進化します。あ、待って、今一瞬さ、コードに脱いでなかった。だよね、絶対コード脱ぐと思った。で、あ、これがあれだ、携帯品だ。これも UR 携帯品かな。ブドウ酒だったはず。さあ、これで、なんか、なにそれ、なんか反発してる時のエフェクトすごいし。あ、待って、今顔違ったよね。顔多分あれだ、磁石持ってる時と、なんか多分3種類の携帯変化してたな。あー、来た来た。で、これが梶本次郎と。あー、全部いい、全部いいぞ、今んとこ。で、こっからは SSR 衣装になってくるのかな。さあ、爆弾使う。はいはいはい。まあ、UR じゃないから、まあ、特別エフェクトはつかないと。あー、でもめっちゃいいな。全員世界観似合いすぎじゃない。あ、来た、広津流郎さん。いいなって、このさ、広津さんスキンで、マジシャンのステッキの幻影が、めっちゃ圧巻ベッツするやつ、あれ使いたい。どんな感じなんだろうね。絶対なかった世界線味わえるよね。あー、いいな、マジシャンめっちゃ似合ってんじゃん。あ、来た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 。樋口千代来た。さあ、空軍。いやー、でもやっぱスマートで、やっぱ予想してた通り、かっこかわいい系だね。かっこいいしかわいい。両方か、あー、待って、やつがりがダウンしてる。あ、守ってあげてる。え、エモ今のシーン。はい、まあ、ということで、こちらが、紹介 PV でございました。マジですごいな。いやー、いい。ちょっと待って、このね、昼夜のシーンをちょっとピックアップしてくるわ。はい、しっかりね、担当者 UR 中原中也のスクショしてきました。まず普通の状態がこちらですね。コード着た状態のかっこいい。で、そこから多分ね、1ダメージ負って負傷した状態かな。うん、この状態で、コードを脱ぎ捨ててセクシーになります。もう最高。最高すぎる。で、細かくて分かりづらかったけど、この磁石を構えてる最中に、能力のね、紋章が顔に現れますね。うん、ちょっとずつ蝕まれてる感じが再現されてる。マジで最高すぎる。もう全部いいじゃん、これ。もうマジで買いです。さあ、続きまして、携帯品見ていきますか。こちらですね、占い師の携帯品、携帯電話と、担当者 UR の携帯品の武道士ということで、まあ、こっちのね、担当者の方はもともと UR なんだけど、こっちのね、芥川龍之介の携帯品に関してはこれね、レベルアップしてます。もう本当にね、前回の第一弾と一緒で完全に対比になってるんだよね。あつし君と、芥川龍之介で、太宰治さんと、中原知恵、この2人が本当にね、レア度も対比になってるんで、もうその2人のイメージはね、ぴったり重なるかなと思います。さあ、ここからね、細かい情報を見ていきますか。まず開催時期っていうのが2月2日からですね、もうすぐ始まる。もう何やかんや蓋開けてみれば、もう前回がね、長すぎただけで、すぐ始まりますんで、開催時期本当に来シーズン始まりと同時に、開催されますね。で、ガチャからは UR として芥川龍之介占い師が来て、 SSR 枠に、曲芸師として梶本次郎、マジシャンとして広津龍郎、空軍として、樋口一葉さんが、来ます。で、それプラスね、ガチャからはコラボのね、携帯品だったりとか、コラボのアイコン、コラボの落書きがそれぞれゲットすることができます。で、この芥川龍之介に関しては携帯品は前と同じ感じで、ね、淳君みたいな感じでイベントをクリアするだけで、獲得することができます。ここまでは無料でできるんだけど、そっから対戦とかのタスクこなしていってレベルアップさせて、多分最後は課金限定で、さっきのね、黒獣が一番豪華になってるやつにはなっていくんじゃないかなとは、思ってます。で、しかも今回のガチャね、コラボは毎回そうなんだけど、 SSR はほんとかぶんないので、安心してね、引き続けることができます。ほんとこれはね、嬉しい機能。さあ、続いて2つ目。2つ目はショップにね、担当者 UR 衣装の中原中也プラス、UR 携帯品の武道士が、セットで販売されます。まあ、これはね、ちょっとエコー限定になっちゃうけど、まあでもやっぱそんだけかっこいいから、まあぜひとも俺はゲットしたいねとは思ってますね。さあ、続いて3つ目と4つ目同時に紹介しちゃいます。これは、コラボイベントが始まりますよっていう感じですね。もうこれもメンター系と同時で始まるんで、もうすぐさまね、オリジナルストーリーを楽しむことができます。で、ここで占い師の SR 携帯品携帯電話ゲットして、そこからイベントをこなしていくと、レベルアップするためのコインがゲットできて、そこで、SR から SSR、 SSR から UR っていう感じに、変わってきます。で、ここにも書いてあるけど、やっぱ SSR までは無料でできて、で、そこからね、UR にするには課金が必要っていう感じに、
書いてますね。そしてなんとこれだけじゃなくてですね、コラボ第1弾が全て復刻します。これねすごいのが、衣装の販売だけじゃなんかなと思ったんだけど、もう全部のイベントとかも復刻しててっていうのがね、みんな無料でもらえた江戸川乱歩さんの衣装とかをもう一回無料で配布するから、もし前回ね取り逃したって方はもう一回これで、ゲットすることができます。でさらにね、中島敦くんの、月下銃のね携帯品、あれもレベルアップすることもできます。本当にすごいよね。だからもう一回コラボ第1弾から第2弾全て楽しむことができます。はい、以上が文豪水族室コラボ第2弾の情報でございました。マジですごいね。第2弾がすごいのはもちろんなんだけど、もう第1弾のね、もうイベントも全てね、振り返ることができるって、もうなかなかないから、もう本当に今回気合い入れてるなーって感じがしますね。もう本当にファン必見のイベントが始まりますわ。もう本当にね、もうマジで来週早く来てほしい。もうとにかく中原中也が使いたすぎて、もう最近ちょっとこそこそね、単行練習してるぐらいには、もうそんぐらい楽しみにはしてますね。はい、ということで、以上となります。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。